はい、竹内です。こんにちは、こんばんはということで、明日6月5日、大井競馬場でですね、夜の8時10分から東京ダービーが開催されます、えー。日本ダービーに関しては2年連続ワイドしか当たらなかったというね、そんな結末に終わってしまいましたので、東京ダービーをなんとか当ててですね、えー、今年はダービー当てたぞと、えー、言えるような、そんなね、えー、状況にできたらいいなと思っております。 で何度か、ね、気になっている馬に触れていくんですが、まあ、中央馬ばっかりですけどね、ハビレから、水曜日にウッドでゴハロンが64.8秒、日曜日にウッドでゴハロンが65.9秒、まあ、どちらも4ン三3ロン13秒台、そして12秒台、11秒台という内容でですねあの、とてもいい内容だなと思いました。景品杯3着とかね、羽田杯4着の時よりも時計が良くて、ここへ向けてね、あの全力勝負に挑む意気込みが伝わってきます。 中央競馬の方ではですね、新馬戦でアマテビアンコの2着になっていますが、このアマテビアンコはね、羽田入り1着だった馬です。ヒアシンスステークスではラムジェットの3着になっているというね、そんな実績があるハビレなんですが、その後、1勝クラスを勝ってですね、そして、あの、景品杯。 羽田杯と出走しましまたあなんですけどここね頭数がね9頭8頭とかのレースだったのにどちらもねあのしっかりとした不利を受けてしまったことはね結構痛かったなと思うんですよ。うん、で、まあ、今回フルゲートですからねあの倍の頭数になるのでさらに嫌な予感もするんですけど、まあ、不利なく競馬ができた時の魅力っていうのはね大きいですよね。まだこの大井競馬場で3着4着って走ってきた中で。 えー、不利ががななかったことがないわけですよねそこはね結構大きなポイントになるかなと思ってましてでえっと京浜杯に関してはハビレ一番人気でした、はい、で羽田杯に関してもですねハビレ3番人気だったんですよねで今回はまあ人気を落とす、まあ、4番人気なのかなというふうに僕は思っているんですけど不利なく走ってないのでねまだねこの大井のね開催ではね ここで頭数が増えたとて、えー、まあ、しっかりね、あの我慢して走って最後抜け出してくるような競馬をしたときにガラッと変わってもおかしくないかなと思います。 次にアンモシエラなんですが、日曜日に販路で54.7秒、15.1、14.4、12.9、12.3秒。このね、加速ラップで仕上げて上々かと思われます。で、あの、羽田杯に関してなんですけど、アマンテビアンコとのね、叩き合いには、えー、敗れてしまいました。で、2着だったんですけど、スタートしてからですね、かなりあの、時間と足を使って花を奪って、 で、まあ、あの、隊列がね、あの、収まるまでに結構、あの、序盤に能力使ったなと思うんですよね。体力も使ったなと思うんですよ。それを考慮するとですね、うん、2着だったんですけど、僕は強い2着だったと思います。で、2、3番手だった馬たちはですね、しんがりとブービーになってますからね、その中で2着に粘り込んで、アマテビアンコとの0.2差。これはね、かなり価値が大きいなという判断をしています。はい。で、えっと、アモシエラね、えー、2着続きなんですけど、 うん。二着続きで、まあ、勝ち切れてはいないのですが、まあ、その時々にね、あの、勝った馬が今回いませんしね。で、まあ、あの、先行して押し切るチャンスっていうのは今回十分にあるんじゃないかなと思います。 次に里のエピック。こちらね、水曜日にウトデゴハロン67.6秒、日曜日にウトデゴハロンが71.8秒。反応で早い時計はね、入れてないっていう感じなんですけど、前奏がユニコーンステークスです。で、あの、ラムジェットのね、えー、2着だったわけなんですが、 まあ、ラムジェットは外からスイスイとポジションを上げてですね、えー、競馬を進めて、勝負どころでしっかり動いていったんですけど、サトナエピックね、勝負どころで割と窮屈な位置にいまして、追い出しが遅れながらの競馬だったっていうことを考えると、まだね、あのー、ラムジェットとの勝負付けっていうのは完璧には終わってないんじゃないかなという見方をするぐらいでいいのかなと思うんですよね。まあ、あの、内容は完敗でしたけど、 はい、だったんですけど、おまあ、例えばサドエピックがもうちょっとあのスムーズに競馬できてたらね、着差はもうちょっと小さかったとは思うんですよ。でもちろん、まあ、あのラムジェットと同じ位置から、ねはい、勝負ってしてては多分んかなわないので、早めの競馬ですよね、早めにあのセーフティーリードを、ね、あの前の馬を捕まえて抜け出して、えー、後ろから来るラムジェットを感じながら、ね、どの程度走れるかというそういうい競馬をすれば、もしかしたらと思いますね。 はい。まあ、この等数でね、そういう競馬がスムーズにできればっていうことにはなってしまいますが。そして一番人気かと思われます、ラムジェット。3走前に三浦騎手に乗り換わって怒涛の3連勝をしています。しかもですね、1400、1600、1900と距離を伸ばしながらの3連勝に加えて全て上がり1位でね、あのもう圧勝、圧倒してきた強さ。そこにもう疑いはね、何もありません。 でえー、デビュー3戦目から反論を使わずウッドでのを調教に切り替えましたで。今回も反論なしでウッド長めから、まあ、マイペースの時計なんですけど調教の、ねあのー、内容では別に目立つ馬じゃないんですが、まあ、それで結果を出してきているので何の問題もないかなと思います。はい、で気になる部分というか鍵になるのがやはりあの羽田杯であの競馬をしたアンモシエラと が、えっと、前に行くと仮定したときに、どの程度の力関係で、あの、三浦騎手がね、あの、ラムジェットとアモシエラの関係性を考えているかだと思うんですよね。それによって仕掛けるタイミングも変わってくるかと思うんですけど、まあ、全然能力で勝ってるよね、だったら、別に早仕掛けでも OK だと思うんですよね、この場合は。なんですけど、意外と、あの、なんでしょうね、慎重に乗らなきゃダメかなっていうふうに三浦騎手が思ってて、構えすぎちゃうと、 あの、差し切れずにね、取りこぼす可能性っていうのも生まれてくるのかなとは思うんですね。で、まぁ、あ、ちょっと余談なんですけどね、あの、三浦高生初 G1 勝利へ、みたいな、制覇へ、みたいな、そういう言葉はね、SNS でよく見られるんですけど、あの、まあ、東京ダービーって一応まぁ、あ、あの、JPN1、まぁ、あ、あの、読み方はね、これ G1 と言われることが多いというか、まぁ、あ、JRA がそう呼んでくれっていうふうにメディアには言っているような感じでですね、まぁ、あ、あの、これはあの、 なんでしょうね。グレード1、G1。で、この JPN1。この辺の、まあ、あの、JRA、日本の競馬界の、まあ、ちょっと思惑的なものもね、いろいろあるとは思うんですが、はい。で、あの、あまりにね、三浦厚生騎手が G1 を勝利できないので、競馬ファンがちょっと忘れてる節があるんですけど、全日本に歳優勝10年前ですね。はい。えー、ディアドムスでもう勝ってるんですよね。で、あの、2年前にですね、JBC スプリントを勝ってるんですよ、三浦騎手。 <laughs> はい、なので、あのー、やはり G1 三浦勝、ん三浦構成イコール G1 勝てないっていう風になってるので、このね、あの JPN 表記の方のこのまあ読みは G1 とされる、このレースに関しても、勝ってないイメージになっちゃうんでしょうね。2年前に勝ってるのに、なんかあのー、今回勝てば初勝利でね、あのラムジェットと共に、みたいなことを、あのー、結構言ってる方が多いんですけど、実際には勝ってるので、 やっぱイメージって面白いなと思いますね。その2年前のことすら忘れられてしまうぐらいに大舞台に弱いイメージのね、三浦騎手っていうところもありますので、はい。なんでまあこれからでもラムジェットと共にね、活躍してくだされば、うん。まああの、中央でもね、フェブラリーステークスありますから、そういうところのチャンスもあるかなと思いますし。で、三浦騎手からするとあの、ギルデッドミラーがね、ああいうことになってしまったっていう、もう本当につくづくあの、G1 に見放されているところがありますので、 はい。なので、このラムジェットとはね、あの、まあ、ジェットっていう名前ですから、一緒にあの、三浦騎手のね、これからの競馬人生に、あの、エンジンがかかるようなね、そんなあの、活躍を見せてほしいなと思ってます。とか言ったのにですね、えー、ラムジェットは3番手の黒三角といたしました。えー、本名はモシエラ、太鼓にハビレ。で、黒三角にラムジェットで、えー、三角に里のエピック。そして、ま、バツにね、えー、フロインフォッサルと、えー、もう一刀、えー、誠六三の穂。 を入れるような形にいたしました、まあ、配当面を考えてですかね。ラムジェットが人気かぶるでしょうからね。はい。なんで、えっと、生まれ、うまたん馬タンで、アンモシエラから、ハビレラムジェット。で、えっと、ちょっとスケベ根性で、ハビレまあ、これがもう全く不利がなかった時にね、どんだけやれるかっていう感じなんですけど、うまたんで、ハビレ頭で、えー、アンモシエラ、ラムジェット、里のエピックに流すような形。 3連服はアンモシエラ、ハビレ、えー、この二頭軸からですね、えー、ラムジェット以下に流すという感じです。まあ、アンモシエラが、えー、スイスイ前に行って残ってくれて、で、えー、今回こそね、不利がなかったハビレ、はい、これがあの不利があってもいつも伸びてきますからね、不利がなかったハビレが伸びてきてきて、えー、伸びてきてくれて化圏内に入ってくれる形を狙うと。 はい、でその,あの3連覆に加えてですねその上級版というかもう一番理想通りにいったパターンで、えー、1着アンモシエラ2着ハビレここ12着折り返しで2着のハビレと3着に、えー、ラムジェット以下4とここもお折り返しの3連単のフォーメーションですねマルチですね、はい、12着折り返しと23着折り返しでもう1個ス,スケベ根性を出してですね、えー、ハビレ頭で2着にラムジェットサトノエピックそしてバツ2頭で3着にアンモシエラが残るか 形というね。そんな3連打を買いたいなと思っております。で、えっ、ー、と個人的には？いつもね。楽天競馬ではい。買っております。楽天競馬で。まあ、今回もね。あの東京ダービーポイントの還元が大きいので、うん。なんでまあ、こういうところだけはね。あの楽天競馬で僕は買うようにしています。で、あの配布されるポイントがね。あの毎月まあ、あの何千ポイントとかにはなりますので。 それであのうちのねあの可愛い猫ちゃん、最近、あの画像で映像では登場しません、SNS にはね上げることもありますけど、うちのね猫の,、ね、のハニーちゃんのですね、えー、ご飯台代とかおもちゃ代とか、ですねトイレスな台としてですねあのポイントを使うっていうねそんな感じで、あの僕は地方競馬とあの楽天競馬活用しています。 はい。そんな感じでお届けいたしました。ぜひね、チャンネル登録や高評価していただけたら嬉しいです。競馬部門著者の竹内がお届けしている竹津部というチャンネルになっております。えー、今週はね、すでに馬券ネタ動画も、えー、予告通りアップしてますけど、この動画の後、前後もですね、えー、たくさんまだまだ今週はアップされていきます。はい。相変わら,変わらずね、あの、鼻は詰まったままで治りませんけど、ちょっとね、しつこいですね。今年のこの、なんか春の風はね、 うちの家族が2週間ぐらいみんな風邪ひいてて、僕はうつってなくて、で、みんな風邪ひいたままなんですよね。2週間、3週間目に入ってるんですけど。で、僕もそういう中でね、一番最後にうつったんですけど、周りがまだ治らないっていうことは、僕もまだ治らない可能性が高いのかなというところでね、非常にあの、この、なんでしょう、この動画撮って喋ってる時に、鼻がね、 通ってる時間帯はいいんですけど、喋ってる最中にポコーンって両方鼻が詰まったりするとですね、一気に喋りづらくなって息苦しくなるので、もうね、それでね、この動画一本撮るだけでもね、実はあの、チャプターごとにね、何回撮り直しているかわからないぐらいなんですよね。 はい。なんですけど、まだまだね、あの、今週は、あの、馬券ネタ動画。えー、これまでにアップしてるのは函館の、えー、穴の攻略。で、あともう函館で8年間馬券街がなかったね。あの、伝説の解明。えー、伝説の軸の話。はい。 あと、この動画の前にはですね、箱館の1200メートルの、めっちゃ簡単に当たりまくって回収が高いっていう方法もアップしているんですけど、まだまだ、あの、今週アップする動画はですね、たくさんストックありますので、一気にね、大放出週間にいたしますので、ぜひぜひね、そちらもね、あの、見逃さないようにしていただけたらなと思います。なので、えー、チャンネル登録、えー、チャンネル登録をしている方はですね、ぜひあの、通知をオン。 にしていただけるとですね、あの、見逃さずに済むと思いますので、はい、えー、そんな感じでよろしくお願いしたいなと思います。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。竹内でした。バイバイ。